からスチュワーデスになっておりますが、乗っけております今日は先ほども申し上げましたように、今日は、まあ、昭和歌謡をいつも歌っておるんですけれども、今日ね、特別夏、まだまだもう夏も終わりですが、夏にいい、聞いたらいいというか、夏のイメージの昭和歌謡を特集して歌ってみようかなと考えておりますね。ということで、続けて3曲お届けしたいと思っております。もうスチュワーデスはやめようかななかなかね、楽屋で飲んでるとなんかちょっと後ろで飲んでるんですけどね。待ってる時に飲んでるんです。そうですよ、飲みます。ちょっとスパークリングワインかなんか、ゆかりが注いでくるやつ、なんかいい感じみたいなそんな感じです。そうです。なんならいつでも出張しますので、このままバカンスに参りましょう。恋のバカンス。Thank you.
昭和歌謡の中でもかなりマニアックな昭和歌謡ですね、これ、うん、これはちょっとマイナーでコアな方じゃないでしょうかね。でも夏になるとちょっとね、聴きたくなるかなと思う曲なんですけど、ちょっとリクエストが意外と影で多いんですよね。この知ってる世代は、ね、限られてる曲なんですけど、うん、モコ、ビーバー、オリーブとか存じですか？あ、笑ってる人がいる。なんか今吹き出しそうな感じです、ね、モコ、ビーバー、オリーブ、ちなみにご存知の方、お、若干そう、海の底で歌う歌という曲なんですけど、よくご存知、よくご存知です。この曲はね、あの女子大生3人組が、深夜放送とか夜ラジオでやってたパーソナリティが、組んで作られて歌ったユニットを組んで歌ったんで、当時はやっぱり曲ですね。まあ本当にある時のもう本当に短い期間しか知ってる人がいないっていう、すごいそこにハマってよかったです。ありがとうございます。ちなみに私たちも今ラジオやってるんですよ。あ、そうそうなんです。今日プロデューサー来てますよね。あれ来てます。あ、いない、え、あ、いる、あ、いた、いた、葛飾 FM というところので私たちがね、毎月第4木曜日夜10時からビッグタイムチューンと。ビッグタイムチューン。じゃじゃじゃ。そう。FM をやってます。明日です。明日。そうだ。明日の。本当に皆さんの今日聞きたかった。そうですね。明日の夜10時から葛飾 FM。今あの別にインターネットで弾けばどこでも聞けるんですけど。あの本当スマホから。アクセスできますね。明日ライブだったらね、終わった後みんなでここで聴いてラジオ聴く会っていうのが、来月はね、そういう風になりそうなんです。来月の第4木曜日の、
はカヤックキャバレーここで同じこのライブやりますんで、うん、その後10時から地下 FM、はい、地下 FM いいでしょ、渋いでしょ、FM 葛飾どっち、葛飾 FM、 みんなで聞きましょう、来月も9月22日でございます。今月は明日聞きましょう、明日10時からということで、モコビーバーオリーブが歌う海の底で歌う歌を歌います。これからあなたのくれた心
昭和歌謡代表的な曲を歌おうかなと思ってて、この季節にぴったりの感じですね。これを最後にしたいと思ってます。古い曲ですけど私たちの中では新曲ですね。それでは聴いてください。夏の終わりのハーモニThank you.
オリジナルソング歌おうかなと思ってます。予想の段取りで。だって今到着した人もいるからね。ああそうですね、ここから始まったということにしてます。そういうことで、オリジナルソングがあるんですよ。ね、今日それを聴いていただきたいと思ってます。じゃあなんか名人作詞者作曲、オールですね、今のところ全部ね。全部作ってもらってます。最初は、スマイルオブユー曲です。アルバムの中でそうあんまりライブではやってないんですよね、っていう感じで、でもいい曲です。ワン、ツー、スリー、ワン。五反田に来たらこの歌を歌わなければいけないと思います。五反田レイニーナイト、そして続けてメグーはエレジーを続けて歌いたいと思います。寂しさ募ると
ありがとうございます。